ええとですね、あるお寺のお住職さんがいて、その奥さんに聞いた話なんですけど、ある日お寺に男の子とそのお母さんがですね、手をつないで訪れたんです。で、男の子は手に人形を持っていて、その人形はこの女の子の人形で、まあ、着せ替えができるようなそんなものだったから、まあ、ちょっと奥さん、あれって思ったわけです。 これ、まあ、女の子がよく遊ぶ、まあ、おもちゃ、女の子向けのおもちゃだよなっと思ったんですけど、まあ、別にそういうのが好きな男の子もいるよなと思ってて。で、でもね、その男の子の様子がね、なんだかこの、すごくお寺の中に入りたくなさそうだったんですよ。で、まあ、中に通して座らせたんですけど、座った後にすぐ目をパッとそらして、ずーっと下向いてる。 で、ふってお母さんの手を見ると、包帯が巻いてあって、ところどころにこの青技が見えるんです。あ、これなんか DV とかなんかそういった関係のなんか相談かなんかなんかな、みたいな風に思ってたんですけど、まあ、それは違うんですね。しばらくして住職さんが、まあ部屋を出て行って、その直後に男の子がいきなりお母さんの手を振りほどいて走り出そうとするんです。で、お母さん待って でて声をかけて引き戻そうとして手を掴むと、その子にガーッとって、噛みついてくるんですよ。で、体を掴むその手を振り払おうとする。うわ、この子普通じゃないって思ってると、住職さんこっちに戻ってきて。そしたら男の子突然キビスを返して、住職さんに飛びかかって、この衣にかつかみかかんで、それを力任せに揺さぶるんですね。 で、男の子はもう引きずるようにして、こう、本堂にこの住職さんが連れて行って、で、本堂から独居を上げる声が聞こえます。その間に、奥さん、この男の子、お母さんの話をしてて、いや、こんなことがあって、っていうのを聞くことができた。それが、あの人形、もともと家の人形じゃないんです。あの子、 どっかから持ってきたみたいなんですがって言うんです。ある日、あの人形を突然男の子が持ってきたって言うんです。で、お母さんこれまで何回もその人形を捨てようとした。すると男の子が、狂っちゃうんだって言うんです。男の子がこの人形を持ってきて二日ぐらいした後のこと。その深夜。部屋で寝てると、 っていうドアが開いた音で目が覚めたで見ると隣の子供部屋で寝ていたはずの男の子が人形を持って明かりもつけずに暗闇の中立ってる何してんだろうって思ってるとゆっくりと自分の方に近づいてきて耳元に顔を近づけてお前が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  お前がまあ、では聞き取るんですけど、その後がもうもにゃもにゃして何言ってか聞こえない。何かをつぶやいてるんです。そしてその人形をお母さんの足や体に思い切り打ちつける。で、やめさせようとすると噛みつく、ひっかく。人形を捨てようとしてら全く同じ。狂っちゃうんだって言うんです。それで途方に暮れてこのお寺に来た。2時間ほど独居も上げた後、 男の子落ち着いたようで、人形をお寺で預かることになって、親子は帰ってった。帰った後で、人形をよくよくと見ると、まずね、人形におかしな縫い目があるんですよ。明らかに、ここを開いて何かを入れて、そして閉じた縫い目なんです。何入ってんだろうって切り開いて開けると、 人形の中からプラスチックの筒が2本出てきた1本目を開けるとそこには紙切れが1枚入っていてお母さんの名前と生年月日と住所を書いてあった2本目を開ける中に入ってたのはたくさんの縫い針だったんですどれも錆びついていてまるで血がついてるみたいだったそう奥さんは言ってました その人形は、半紙でくるんでお札を巻いて供養したそうです。落ち着いた後、男の子に人形をどうやって手に入れたのか聞いたんです。すると、わからんってだけ言う。じゃあ、落ちてたの拾ったの違う。もらった。え、誰からわからん。そうとしか答えない。 恋に渡したとしか考えられない。でも奥さんこうもいいんです。プラスチックの筒に入れたっていうのは子供がそれを触っている間怪我しないようにっていう気持ちからなんじゃって思うんです。子供に恨みはなくて、狙ってるのは私だけなんでしょうね。そう彼女は言ってました。えー、男の子と人形っていう話です。 さて、えーまあ、これから実は階段、こう話ということで、えー、やろうと思うわけなんですけど、まあ、ちょっとだけ自己紹介をしますと、まあ、初めての方いらっしゃるかどうかはちょっとわかりませんが、あの、僕はこう話し階段の、まあ、いわゆる階段収集家として、 活動しておりましてですね。いろんな方から不思議な体験ありますかと。お今までに何かあ怖いことはありましたかと言って話を集めて、まあこうやってインターネット上で語るというのをまあやっているわけであります。まあ今日話すのはそんな話を10話ほどセレクションしたものになります。ではでは早速1話目の方いってみようと思いますが。えっと、ある女性から聞いた話なんですが、あるより夢を見たんです。夢の中で 自分の家が火事になってる。で、火の勢いがすごく強くて、もうとても消し切れる勢いではない。で、彼女はバッと玄関を飛び出して、自分の車の鍵を持ってて、で、鍵を開けて車内に飛び込んだんです。ふぅー。で、一息つくと、助手席に誰か座ってる。誰だろうと思って、パッと隣を見るんです。腐ってドロドロの顔、ボロボロの服。 いわゆる、まあ、ゾンビなんですね。わーって彼女はびっくりして、車から飛び降りて、街を走り出すと、ゾンビもですね、あのー、某映画みたいですね。走るゾンビなんですね。走りながら後をかけてくるんです。で、アーケードを駆け抜けて、曲がり角を思いつくままに、こう、曲がって走っていく。で、ふっと後ろ振り返ると、ゾンビが増えてるんです。で、どうやら、曲がり角を曲がるたびに、どんどんとゾンビが増えていくようなんです。 で自分の後ろを大勢のゾンビたちが押し合い、へし合いしながら追いかけてくる。どんどん距離を詰められて、あ、もう手が届きそうだっていう時に、先頭のゾンビが倒れ込みながら彼女の右足をガッと掴んで、わーって声を上げて自分の声で目が覚めた。はぁ、すっごい夢だったなって思いながら、再び眠、ね、り。 また彼女の家が火事になってる。また同じ展開なんですよ。で、車に逃げ込むと、また隣にゾンビが座ってる。車から逃げ出すとゾンビが追ってくる。曲がり角を曲がるたびにゾンビがどん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 増えていって、追いつかれそうになって倒れ込むゾンビに右足を掴まれて、わーって声を上げて起きる。うわ、また同じ夢だ。また眠りにつく。家が火事になっている。つって、右足を掴まれて起きるまで、オチが全く一緒なんです。全、ま、っく同じ夢。 で、彼女は、結局その晩、20回ほどその同じ夢をずーっと見続けたんです。もうね、疲れ果てたって言うんです。はぁ、もう今日寝れないなと思って、起き上がって部屋の電気をパッとつけた。ふと、掴まれた右足を見ると、しっかりと、 手形のあざがついてたんです。確認したんですが、どうやっても自分の手で握れるような方向角度からついているものではなかった。それからなんです。彼女翌日、歩いていると突然右足の指先に燃えるような痛みがして、痛いって悲鳴上げて靴を脱ぐと、右足の小指の爪が剥がれてた。その2日後、 右足の中指の爪が突然同じように剥がれる。その次の日、仕事中に棚の上から突然荷物が右足の膝に落ちてきて、膝の皿を痛める。その2日後、階段から落ちて右足を骨折1週間ほど右足にばっか怪我が集中するんです。で、右足についたあざは1週間ほどずっと残り続けた後にパッて突然消えた。消えるとともに、 怪我をすることはなくなったんです。彼女言んです。思うんですけど、あの技って、ここ狙えよっていう目印みたいな、ターゲットマークみたいなものなのかなって思うとすごく怖くて。そう彼女は言っていました。え一、ー、話目、ターゲットマークという話です。 えっと、ある女性から聞いた話なんですが、ある日、自分が当時していたバイトを、をが、まあ、レストランでバイトしてたんですけど、そのレストランの夢を見たんです。で、夢の中で彼女は、新人さん今日来るから、その面倒をお願いねって言われてた。で、来た新人さんっていうのは、なんだか暗い印象のある女性だったんです。年齢は30代前半くらいでしょうか。 その女性、しばらく髪を切ってないのか、ぼさっとした毛先も整ってない白髪混じりで胸まである長い髪がすごく印象的な女性だったんです。面倒見るようにって言われたんですけど、その女性はまずお客さんに対して声かけができない。接客ってまあ飲食店ではまあ命みたいなもんですよね。でもその女はいつも、いらっしゃいませ。 ボソ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 って小声で言って、で、独り言をボソ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 言ったり、お客さん来ても上目遣いでにらみつけるようにして黙りこくったり。その態度を注意したら、その女突然その場を離れてどっかに行こうとするんです。だから、ちょ、ちょっとどこ行くのって声かけても、女は黙ったまま、事務室のスチール棚の下の扉をガラガラガラって開けるんです。で 開けたその空間に横向きに体をギューって押し込んでいって、自分をじーって睨んだまま、何か小声でずーっと呟いてる。そこで目が覚めた。うわー、なんか気味悪い夢だったなーって思いながら、再び眠りについたとき、また夢を見たんです。 それがね、夢の中で彼女は暗い家の廊下にいたんです。その家っていうのが、まさにまあ、休暇っていうような様子で、板張りの廊下、くすみ切った土下で黒ずんだ柱が目についた。廊下の橋は暗くて見えないんです。自分の近くだけが暗闇にぼやっと浮かぶような状態で見える。女性が廊下の壁を見ると、そこに、握り拳台ぐらいの、 穴が開いてるんです。そして中から光が漏れてる。なんだろうと思って彼女が穴を覗き込むと、そこから見えた部屋が畳敷きの部屋で、部屋の中央に自分の方を向いて誰かが正座してる。髪の毛をダランと垂らして、何かの液体が固まってガビガビになったような古びた着物を着た女。それね、 さっきの新人の女なんです。その女、彼女に気づいたように髪をかけ上げることもなくガッて顔を上げて <laughs>、って笑ったんです。その瞬間、女の殺意のようなものを感じたってんです。早く、早くこの場から逃げなきゃって思うんですけど、体が動かない。女嬉しそうにこっち見てるんです。ひゃーって叫んだ瞬間、彼女夢から覚めた。 この時に直感したって言うんです。命の危険私感じたんです。もう一回寝たらあの女に殺される。絶対もう一回あの夢見ちゃダメだってもう一回あそこ行っちゃいけない。なんだかそんな気が強烈にしたって言うんです。今日は絶対寝ちゃダメだ。そう決めて部屋中の電気とテレビをつけて寝ないことにした。彼女がつけたテレビを眺めていると。 視界の端におかしなものが見えるんです。天井の隅にゾ、ワゾ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 ワって広がる何かが見える。えって見ると、黒い、シミなんです。シミが、まるで生きてるようにゾワゾワうごめいて、シミが広がっていく壁が、もともとは白い壁なんですよ。それが、くすんだ土壁に、部屋の隅の角は、黒ずんだ柱に変わっていくんです。 さっき見た夢の中の部屋と同じなんです。で、シミはどん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 拡大していって、部屋をじわじわ古い旧家に変えていく。だ、ダメだダメだ、夢の中引きずり込まれるって彼女部屋を飛び出した。朝になって部屋に戻った時には、いつもの部屋があっただけだったそうです。今のところ、女に見覚えはないそうです。 えー、新職という話です。えー、ある女性の話なんですが、彼女の子供が小学校低学年生の頃、彼女の学校のあるクラスでまあ問題が発覚して、それがね、このクラスの中でいじめがあったっていうことがまあ分かったんですね。で、これ、ちょっと関係性が何人も人が出てくるので、まあ、いじめてた いじめてた側の子を A、いじめられてた側の子を B ちゃんっていうことにします。で、この問題が明るみになって、このいじめてた側の A ですね、の子とお母さんがこの B のうちに謝罪に行ったんですよ。で、A とお母さんっていうのはこの B のうちで申し訳ありませんでしたって、この B と B のお母さんに頭を下げる。そしたら B のお母さんっていうのはこの静かにうつむいて聞いてたんですけど、 って顔を上げて A の腕をパッて掴んだんですそしてあんた一生許さへんからなそう B のお母さんを A に行ったんですその後しばらく経ってからのこと PTA に参加した頃から A のこのお母さんっていうのは体調を崩すことが多くなったんですね で本当にちょっと大丈夫っていうぐらい体調が悪いこの一件まあ知ってる周りの親たちはまあ A ちゃんいじめてたってことはあったけど謝りに行った時にそんなこと言われたそうだからねなんて噂してその新労なんじゃないかなんて言ってたでも自分の子がいじめられたらって考えると B のお母さんの気持ちもわからんでもないっていうところもまあ親たちの間には流れていたんでしょうそんなある日 A のお母さん、川の中から物を探そうとしていたら、妙なものがカバンに入っているのを見つけた。それがね、入れた覚えのない紙切れが1枚。なんだろうと思って開くと、中には赤黒い何か液体のようなもので書かれた図形を何個も重ねたようなものがあった。この赤黒い液体は、まるで血のように見えた。 こんなことやったの絶対 B の母親だ。でもどうやって私のカバンに今までも体調不良ってもしかしてで、怖くなって A のお母さんは PTA 会長であるこの女性がいるんですけどそこに相談しに行ったんですね。で、その状況を見てこの会長はこの両二母親のま仲裁に入ったわけです。で、会長から連絡があって B のお母さんは会長の家に来て B のお母さんを菓子折り持ってきてね、PTA 会長さんにご迷惑をおかけしましたって謝罪してきた。で、菓子折りはもうきちんとこの放送された、まあどっかの既製品だったんですけど、まあ A に変な紙を入れてきたかもしれないことをした、まあ、B の母親なわけですよ。まあ本当に入れたかどうかわかんないですよ。まあ疑いしかないんですけど、なんだかその菓子折りがちょっと気味が悪くて食べる気になれなかったから、 そのままゴミ箱に入れて放置したんです。その直後、その入れたゴミ箱にビニールの外からものすごい数のハエがたかり出したんです。なんでなんで密封した放送されてるお菓子にハエがこんなにたかってるのこのお菓子何何が入ってんのきっとこれ、 なあなあにしようって思われてる。仲裁しようとした私のところにもきっと恨んでる。それで、この会長怖くなって、この旦那さんに話したんですね。そしたら旦那さんがね、俺これ突っ返してくれよって言って家出てった。で、この会長さん、旦那さん、B の家に行ってインターホン鳴らした直後、いでででででってものすごい頭痛が襲ったんです。 もう尋常じゃない痛みに耐えながらも、怖くなったん那さんは、これ受け取れませんからってインターホンに言い残して、玄関先に菓子折り放り投げて家に帰った。頭に浮かんだ言葉。あんた、一生許さへんからな。その言葉の重みと、念の強さと、 そして向いている刃の方向と範囲がすごく怖かったって言うんです。この話を聞かせてくれた方はいんです。A のお母さん受け取った紙、図形を何個も重ねたようなものって言うけど、きっとそれって何か、まじないのようなものですよね。そう彼女は言ってました。 えー、一生許さへんからなって話です。はい。ということで、えー、ちょっとポップな空気にもなったわけですが、えー、本日の、えー、まあ、ツイッターにも書いたメインのお話をしようと思うんですけど、えっ、ー、と、ちょっとまあ真面目な話で、えー、とこのお話は僕めったに、まあ、 あのー、まあ、こういう前振りしないんですけど、えっ、ー、と、実際にこの話を聞いて、この話聞いて、えー、こんなことがあった、あんなことがあったっていうのの、えー、メールが、いや、あ反応が、えー、たくさん来ました。で、えー、っていうことが実際にあったもので、えー、一応、 言います、えー。僕が持っている呪物の中で最悪の呪物にまつわる話です。で、えー、ここから先は自己責任、閲覧注意って書きましたけど、あの、の上で、えー、お聞きいただければなっていう話になります。僕は言いましたよ。はい。では、話します。ある女性から聞いた話なんですが、その一連のことが起こった当時、 彼女は大学生だったんです。ある夜のことでした。寝苦しくて目が覚めると、押し入れの中から、ごととととって音がする。ネズミって彼女は思ったんです。っていうのは、音が軽くて、ごとごとっていうその音に、ネズミを連想したっていうんです。しばらくごと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 って音がするんですけど、それがフッとやんで 彼女はそばま寝てしまった。翌朝、押し入れを開けたんですけど、中にあるのは彼女の服。えー、今の季節では履かない靴。まあ子供の頃に使ってたものがあった段ボール、まあ。突然、別段別に借りはないんですよ。え食べ物とか入ってるわけじゃないのネズミまあ、でも、動く時に音立てたんだろうなって思ってそのままにしてた。 それからたまに、お尻の中からする音によって、夜中に目が覚めることが時々あった。でも、音しかしないから、別段何かをするわけでもなくて、そのままいつも寝てしまっていたんです。その頃ね、友達の周りで、あの、この階段でも、前の階段でも喋りました。いわゆる寝言アプリが流行ってたんですよ。 変な寝言とかが入ると友達の間でこれなんか変じゃねえみたいな聞いて聞いてみたいな感じでこう披露するのがまあ面白くて。で、彼女もまあそれ面白かったんで自分もやってみようと思って録音したんです。で、ある日起きてみると何か寝言が録音されてる。で、聞いてみるとやっぱおかしなものが録音されてるんです。それが何かこう硬いプラスチックをこう コトコトぶつけるようなこんな音なんです。その音が近づいたり遠くなったり、部屋の中を移動しているようなそんな音なんです。で、あ、これネズミの音なんだ。ああ、私寝てて気がつかなかったけど部屋中歩いてんのかと思って、うわ、なんか気持ち悪いって思ったんです。ある朝目が覚めて、彼女はぼーっとする頭でタバコに火をつけた。で、灰を落とそうと思って、ふっ と灰皿を見ると、灰皿の灰の中に妙なものがあるんです。っていうのはね、彼女、吸い殻と灰をこう寄せて、こう分けて使う癖があるんですって。その灰で溜まったところに、変な跡があるんです。それは、灰皿の中にできてるものだから、すっごくちっちゃいんですけど、10センチもないぐらいの変な跡。それがね、 ひょうたんみたいな形を片押ししたみたいなのが一個トンってついてて、なんだろうこの後って不思議に思った。ある夜、また物音で目が覚めたんです。なんだ、またネズミかと思うと、体が動かない。あれ金縛り初めてだったんです。なんだろうって思ってると、 足元の方に何かもぞもぞもぞっと動くものがいる。えネズミと思ってると、布団の上に生え上がってきたの。ネズミじゃなかったんです。自分がちっちゃい頃に買ってもらった操り人形だったんです。それが3、40センチくらいのものでピーラの姿をしてて、糸がついてる操り人形。それが一人でにもぞもぞっと布団の上を生え上がると、 ハどたどしい様子で自分の布団の上をトコ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 歩いてくる。あどうしよう怖い怖い怖いって思ったんですけど、もうその人間を見ることしかできない。それが、人形の影が常夜灯ん照らされて、それが壁に映ってるんですけど、その影がおかしいんです。っていうのがね、人形の上に、その糸を操ってる人の姿が見えるんですよ。 影だけの人が操り人形の糸を動かして、それに合わせて人形がたどたどしく動いてるんです。えどういうこと何これって思うと、影がブン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 振り出したんです、人形。すると人形の体がどん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 ねじれていく。それがね、無理やりに紐をねじってるようで人形の体がどんどんぐにゅぐにゅにねじ曲がっていくんです。首が反対の方を向いて手足はめちゃくちゃな動きをしてる。で、紐が動きに耐えきれずにちぎれそうになってる。 それにも構わず、影は人形をブン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 振ります。で、わあ怖い怖い怖いで目をつぶった。不いに、足元の人形の重みが消えたんです。翌朝彼女目が覚めると、すぐに押し入れを開けた。その中に、自分が子供の頃使って、 が入っった段ボールをを引きずり出ししててて蓋を開けんです荷物の一番上、そこにその操り人形がポンと乗っかってた。一番上に置いた記憶なんか全くないのに、それがついさっき外から戻ってきたみたいに一番上になってたって言うんです。そして人形を段ボールから出して、見てて彼女びっくりしたって言うんです。人形の靴の形が、 ひょうたん型なんです。あれ灰皿についた形ってこういうんじゃなかったっけって思って、靴の底見たら、タバコの灰みたいなのがついてたんです。あの時の後、これの足跡あったのかって思うとすごく怖くなって。それで彼女、すごく頭に来たって言うんです。なんなんだこれって彼女は、 頭につけられた紐を手に取ると力任せにグーって引っ張った。で、引っ張ったら、あっけなく紐がブチって切れたんです。その瞬間彼女は、ものすごい気持ち良さと爽快感があった。やったこれでよかった退治してやった今日からきっと大丈夫だそう彼女は思ったんです。その後人間は適当に押し入れの中に放り込んでいた。 その日の夜、彼女は夢を見たんです。夢の中に、全然知らない男が、その操り人形を抱えてる。で、男がね、はっははっはって笑いながら、ありがとうありがとう、もうちょっともうちょっと、もう少しもう少しって言いながら、紐が切れそうな人形をめちゃくちゃに振り回してる。朝起きるとすぐに押し入れるわけだ。 人間は適当に放り込んだはずなのに、今にも飛び出しそうに段ボールの上にちょこんと乗ってたそうです。僕ここまで話を聞いて、それでその人間を捨てたり神社に納めたりしたんですかって聞いたら、い,いえ、なぜか捨てる気にならなくて、いや、もちろん怖いので捨てたいって気持ちはあったんですけど、なんだか捨てたら大変なことになる気がして、 そのまま段ボールにもう一回放り込んでガムテープでぐるぐる巻きにしたんですってです。それから、人形がおかしくなったって言うんです。明らかに押し入れから感じる気配が変わった。どう変わったんですかってお聞きしたら、彼女こう言ったんです。もう、なんていうか、いるんですよ。もはや物としてじゃなくて、 人としている気配っていうか、静かにしてると、はは息遣いが聞こえそうな気がする、そんな感じ。彼女です。その後特に何か変なことはないんです。でもその後人形についていろいろ調べたら、ちょっと考えたことがあって。 人形にはね、これは作り物であるよ人形なんだよっていうのを人形自身に示すっていう意味でのある一つの呪術があるんですそれが例を挙げると人形のどこかに作った作者の名を打つっていう行為なんですよ人間に名ってないですよねつまり名を打たれたっていうことはあんた作り物なんだよっていうのを人形自体に示すっていうことなんですよね お前は作り物なんだよ。人間じゃないんだよって示すわけです。それで彼女はそれを知って、はって思ったんです。それで考えたんですけど、操り人形って、紐がついていることが作り物である、人形である証拠だと思うんですよ。だとすれば、紐が切れちゃえば、あの人形は自分が人形であることを忘れるん、 ことだって思うんですだから、紐が一つ切れた時、あの人形は人形であることをやめ始めたんじゃないかって思ったら、紐が切れた時からケアが変わったのは、もう、人形ではなくなり始めてるんじゃないかって。そして私が紐を切った日、あの夢の中の男が、ありがとう、もうちょっと、あと少しっていうのは、 もっと紐を切らせようとしてるんじゃないかって思ったら、ものすごく怖くなったんです。彼女その頃、怖い夢を何回も見てた。それがね、彼女が自分からその操り人間の紐を全部引きちぎる夢だったんです。それがもうクラクラするほど気持ちいい快感があるんです。めっちゃくちゃに気持ちがいい。 絶対ダメだって分かるのに、ものすごく気持ちがいいんです。私はいつか、全部糸を、紐を切らされる気がするんです。そう彼女です。現在まで、彼女は夢に出てきた人形を抱えた知らない男が一体誰なのか、全く思い当たる節がないそうです。彼女最後にこう言ったんです。 私がこの人形を持っていたら、いつか絶対、紐を切らされる気がする。だから園長さん、よかったら、この人形を引き取ってもらえませんかお願いします。でも絶対に、紐だけは切らないでください。そう彼女から約束されて、人形は今、彼女から引き継ぎ、僕の元にあります。 それでは、この人形の実物の写真、皆さんにご覧いただこうと思います。では、出します。まあ、こういった人形なんですね。はい。出たでしょうか。でね。ほら。 足ってこういうことなんですよ。氷が型って。これ足の裏なんですよ。ああ、久しぶりにバタバタ実物を見た方々ですね、これね。イベントとかでね。で、ほら、紐切れてるでしょで、切られた方側ですね。見て。 彼女手で力ずくで引っ張ったって言ってましたよね。手で引きちぎったように見えます。もっとほつれてもいいはずだって思うのは僕だけですかね。あまりにパッツリ切れてません。うん。では僕はちょっと思いました。断面を見たときに。ね。という、えー、人形の願いという話だったんですが。 話はここで終わらないんです。えー、このまま続けていきます。えー、これをですね、えイベントにこのものを実物を持っていって、えー、あの、実際に展示しました。はい。か、階段ね。で、実物がこれですってことで出しました。そしたら、えー、僕のところに、 一通の DM が来ました、えー、その DM をそのまま読みます。で、えー、ちょっと途中で注釈を加える部分が、まあ、多少ありますがあの、そのまま読みます。岡の字の皆様、こんにちは。軍友割拠会談会2017に参加させていただいたものです。この軍友割拠会談会っていうのが僕らが開いた会談イベントのことですね。 イベント後に体験したことをご報告させてください。それは、園長さんが反省会を配信された後、眠りについてから夜明け頃のことです。その日は、夫が風邪をひいていて、以前夫から移されて、1ヶ月以上私の風邪が治らなかったことを受け、別室で寝ると気を使ってくれたので、私だけがいつもの寝室で寝ておりました。 寝ている時に気がつくと自分の体が全く動かず水の上に浮かんでいました。水が澄んでいたのと波がなかったのでプールにでも浮かんでいるのかなという感覚でした。過去に金縛りによく合っていた時期があったのですがその時とは体感が違うのです。意識だけが体の中にあるのに体はピクリとも動かせない状態でした。ただその時はなぜかこれは夢だというはっきりした考えが浮かんで 自分は起きればいいんだと思い、起きよう起きようと自分の寝ている部屋に意識を向けました。しかし、体は全く動かず、水に浮かんでいるままでした。同時に、なぜか部屋の中の状況も認識しているという、夢なのか現実なのかわからない不思議な感覚に襲われ、二重構造の夢なのかとわけがわからなくなっていました。その状態が数秒か数十秒続いたのかはわかりませんが、 私は気が動転していて、時間が止まって、まるで何分も続いているかのように感じられました。そして、私が寝ている頭の側に出入り口の扉があるのですが、自分の頭の上あたりを人が大股で一歩踏み出して歩いていくのが見えました。私の視点からは、腰から下しか見えませんでしたが、古びた黒のズボンと、 同じく黒のぽってりした大きな靴を履いていたそれは、人間のサイズとなった、まさにあの操り人形の下半身だったとです。その後、なんとか上半身を起こして、本当に起き上がることができたのですが、室内が冷蔵庫のように寒くて、背筋がゼクゼクしたのを今でも鮮明に覚えています。真、まあ、冬でも暖房を入れない暑がりの私が、 あまりの寒さに暖房をつけ、乾燥予防に濡れたタオルを洗面所から用意して部屋にかけて、再び眠りに落ちました。起きた時、部屋は暖房がついていてむっと熱く、濡れたオルが部屋にかかっていたので、そこは完全に現実でした。その日の夜は、まだどちらかというと蒸し暑くて、寝室よりずっと大きな部屋で窓まで開けて寝ていた夫は、全く寒くなかったと言っていました。 群有拡挙会談会の当日、私は滅多に忘れることのない携帯を家に置いてきてしまい、夫の携帯を借りて園長さんのアイテムを撮影したんです。休憩に入ると、真っ先にそのコーナーに飛んでいき、園長さんがきれいに並べる前のあの人形を撮り、整えられた後にも撮り直し、何枚も撮影したのを覚えています。正直、他にもあったアイテムの中で、 人形自体の顔や表情を古びているだけで、地味な人形だなぁとしか思わず、とりわけ怖いとも思いませんでした。階段階も終盤に差し掛かった頃、夫がお手洗いに行くと席を立ちました。その時に携帯を手に持っていたので、必要ないのにな、と嫌な予感がし、注意をしたかったのですが、階段階の中で声を出すことをためらい、止められませんでした。夫が戻ってきてしばらくして、 階段の中で携帯を参照するお話が出たので、貸してもらって閲覧しようとしたとき、水に濡れて壊れていることがわかりました。後から聞いたところによると、トイレに落として水没させたとのことでした。いつもうっかり者の夫でも、携帯の水没は初めてでした。その後、結局バックアップを取れておらず、 シムカードも破損していたので、画像は完全に消失し、あの人形を眺めることはありませんでした。少し日にちを置いて、園長さんが反省会でもう一度あの話をして出てくれた画像に改めてゾッとしたのを覚えています。もう一度見てしまってからすぐに起きた体験だったので、普段滅多に起こらないミスが重なったのも、あの画像は所有し、 目にしてはいけないものだったからではなかったのかと。じっくり思い返してみて、水に浮かんだ動かない体は人の死体だったのではないか。あるいは自分の意思では体を動かせない。それこそ人形になってしまったのではないかなどと考察を巡らせましたが、最近、夫にその話をし、ふと質問して,ししてみました。あの時、 水の中で体が動かせなかったの、あれ何だったのかないつもは考え込んですぐに返答しない夫が、珍しく即答してきました。その答えを聞いた私は、体中に鳥肌が立ちました。それは、水に乗れた僕の経済の中の人形だよ。夫は、 確信をついてしまったのかもしれません。えー、このような DM をいただき、えー、どうやらこの人形、えー、あまり良くないもののようだということが分かってきてしまいました。そして、えー、他にもですね、えー、これは全く 別の方からいただいた DM になります。もう一通来たんです。これは僕が配信でこの水の中の話をするのとほぼ同時期に来た一通のメールになります。読みます。園長さんこんばんは。〇〇〇と申します。 先日、群雄割拠の反省会放送をタイムシフトで拝聴していて、ゾッとすることがありました。私は現在、ダンスのインストラクターをしています。それで、イベント出演などがあると、簡単な衣装を作るのですが、衣装作成時によく作業用 BGM として、怖い話や怪談などを聞いています。その日も、衣装を作りながら、園長さんの群雄割拠の反省会をタイムシフトで流していました。 普段は作業をしながらながら聞きなんですが、その時の放送は語りプラス写真だったんですよね。なのでスピーカーから、それがこちらですというような言葉が聞こえるたびに作業の手を止めてパソコンの画面を見ていました。どちらかというと、階段よりも作業に集中していたちょうどなくなった時でした。写真が出されたような気配があったので、パソコンの画面に目を向けました。ピエロの あやつり人形の階段の時です。血の毛が引くってこういうことなんだなって思いました。私、同じ人形を小学生の時持っていたんです。血の毛が引くと同時に、いろんなことを思い出しました。幼稚園から小学生まで仲の良かった、ゆいちゃんという友達がいました。 ゆいちゃんとは家が近くよく遊びに行っていました。当時は分からずに遊んでいましたが、今思うとゆいちゃんの家はお金持ちだったと思います。大きな綺麗な家で広い庭があってゲーム機もたくさんあって、止まってる嘘。今大丈夫マジで 今治った今大丈夫今も今大丈夫今大丈夫オッ,オッケーオッケーオッケー。あオッケー。タイミングが。ええー、さっきのゲームとこからかな。ええー、ゆいちゃんという友達がいました。ゆいちゃんとは家が近く、よく遊びに行っていました。当時はわからずに遊んでいましたが、 今思うと、ゆいちゃんの家はお金持ちだったと思います。大きな綺麗な家で、広い庭があって、ゲーム機もたくさんあって、お人形もぬいぐるみもたくさんあって、かっこいいゴールデンレトリバーがいて、おしゃれなお皿に、普段家では出てこないようなおやつが出てきて、そんな理由で私は頻繁にゆいちゃんの家に遊びに行っていました。ある日、ゆいちゃんの家で遊んでいると、ぬいぐるみがたくさん入れてある箱の中に、 ピエロの操り人形を見つけました。あの操り人形です。あの人形って特に可愛くはないし、かっこよくもないじゃないですか。でも私、その人形欲しくて欲しくてたまらなかったんですよ。ゆいちゃん家に行くたびに欲しくて欲しくてたまらなかったんです。それで私、こんなことしたらダメだと分かっていながら、黙って持って帰ったんです。ゆいちゃんが、 その人形で遊んでいるところを見たことなかったので、ゆいちゃんは悲しまないだろうと勝手に納得して、家に持って帰ると当然のことながらお母さんに、この人形どうしたのと聞かれました。私はとっさに、夏休みの宿題の絵を描くのに、この人形を描きたいから借りてきた、と嘘をつきました。それで私は、ピエロの操り人形の絵を描かざるを得なくなりました。その絵が、 クラスで選抜され、市の展示会に出展されました。とても不思議なのは、その絵を見て、ゆいちゃんやゆいちゃんのお母さんが何も言わなかったことです。どうして何も言わなかったんでしょうか。覚えているのはここまでで、その人形をどうしたのか覚えていません。現在、私の手元にも、実家にもありません。ちなみにその人形は、 糸は全部ついていましたが、私の描いた絵は、誰かが糸を切って喜んでいるピエロの人形の絵でした。ゆいちゃんの人形という話です。ここで一つ類推ができてしまうわけです。こいつは実物を見た人自体じゃなくて、どうやら 画像だけ見た人にも何らかの影響や記憶を呼び起こす何かなんだと。いうことで。で、えっと、実際にですね、僕、イベント会場にこれ持って、何回か持ってったんですけど、ま、本人はね、どんどんネタにしてくれって言ってくれてるんで、あの、言えるんですけど、結構一回だけ本当にシャレになんないことになって、この人形持って、イベント持ってって、 廃校で一泊するってイベントをやった時があったんですよね。そしたら、帰りの駅の改札で参加者の人ぶっ倒れちゃって、それで結局入院されて、てか今聞いてるんですけど、コメント欄見てると、その人本人。ぶっ倒れて入院されちゃって、その場で。っていうのがあって、で、その人も、この人形が、を最初見た時に、なんかすごく、 変な感じがするっておっしゃってた時だったんですよね。で、実際にこの2通目のゆいちゃんの人形を送ってくださった方は、イベントに来てないんですよ。画像を見ただけなんですよ。で、この話、だいたい僕んとこにいついつ DM 来るんですよね。そう。あの、変ですと明らかにこの人形はって。なので、今回は、あの、事前にお断りをして話させていただきました。 えー、人形の願いという一連の話になります。